い、こんにちは。今日は JR 四条畷駅から河内飯盛山に目指しています。なんかやたらとこの人形が多い駅前です。河内飯盛山に行くのは初めてで、距離的にはすごく短いみたいで、往復2時間ぐらいで行けそうな感じです。今日は祭日なので人が多いかもしれません。頑張っていきます。そう、階段がすごく伸びと聞いています。四条畷神社に来ました。もちろんここに来るのも初めてです。金運さんだって、サンタクロースさんやな。ペコちゃんもおるわ。言われたら全然聞こなかったからよくわからない。いちごさんのお子さんが泳げてました。登山口の方にいます。ちょっとだけ波浜ドーム映ったかな。はるかそう見えますわ。ちょっとだけ高いところに来ましたね。振動へお回りください。見えていくかな。現在の時刻は10時32分、標高は80メートルです。
近畿圏のハイキングの本を買って、もうその中で行ける範囲は全部行こうと思って。今日は割と距離の短いところなんでね、まあ祭日やし、この辺行って、まあ早めに帰ろうか思って。で、祭日に、割と楽なハイキング道を選びました。最後の方すっげえ角度になってるわ、あれ橋の上だ、ここら辺で。しんど、足りなかったらひっくり返ってね、こっちに足りないとこに落ちてました。いや、でもここに来てる人来てそうやな。
供さんがおられる。そんな、何歳？ 5歳ぐらいかな。あんな急にさ、飲むさんが。行き交う人がいっぱいですよね。いつもの平日より。年齢層が低いので、ばかりしたところでは、しかも、半袖 T シャツ、半ズボンとか、また伸びるような。なくなってるけど、ライターが集めた全部、ああ、ここから切ってなくれば。ちょうど270度いわゆる展望台なんだね。お昼ご飯もおにぎりを食べ終わったので、どうぞ出発しますか。まだ頂上見てないかな。急に暗がって別のとこ行きたい感じだった。急に今あちこちなんか道みたいな分かれてるから分かりにくいで、これ
曲がってくるよ。下りか。急やなこれ。ニューオリアムハイキングコースと言われている中では一番距離が短くて楽みたいだった。まあ眺望がいいのでね、これ選ん、この道を選んだんで、だけど気分が距離感は短いけど傾斜はあるあるね。他の今まで来たハイキング道の中でも地元の人が多いんちゃうかな、軽装な人が多いの見てると、うん、近代的な、うん、だけどな、人がも行った方がいいな。サビドンかもね。この休憩所の展望台の方に来ましたよ。今ちょうど誰も漏れへんから行っちゃいます。まさか消防の図何ハイドームがなんかな、印象的なのかな。こっちからの角度を見るとな、これがハルカス。じゃあもう聞いて、うん、入試なこの人知ってますよ。私は知らなかったな。台の下のところに来ましたけど、この辺までトイレないねんな。トイレが少ない。もうちょっと並びます。銅像を作ったらな、すごいね。みんなと行くんだ。なんか山の中に、すごいな。
か今やや急で登りにくいとこあるなと思って、それが堀切り、どうだったのかな、両端が削られて中央だけの橋みたいになってるな。違いない、なんか急激に激しい道が2本あって見える方が、こういうコンクリートの道に出てくると強ざめやんね、動きが近代的素敵すぎた。違うこれ、まっすぐ上に登れる。これな、俺は野崎観音の方に行くからね、この場所みたいな。手につけ、これも合わせない一歩通るんですね。 FM802 まで、やなんかバーベキュー料理感じだと出てきて、いい感じだ。平穏だなこれ。あ、これみんなの写真撮ってあるやつやな、どんぐり。いいよ、写真撮ってきます。城跡という感じの位置や。なかなかあれやな、歴史界ではない。こっち、飯盛山初めて来ました。全然楽勝、気持ちええ道は。関東の方に行くんですけど、私は少しだけ遠回りする、回る、ここで回るコースを選んでみましたんでね。過ぎた方が近いのは近いけど、ちょっと遠回りします。この辺はあんま人歩いてないのかな、ここは。どういう仕事が甘いな、一瞬だけ。ここした意見っていうのがあるみたいなんだけどな、まあ初めてよくわからないけど、ここで曲がるみたいな。この左手が意見っていう、
山の中でね、池とか出てくるのが好きでね、ちょっとさ、気休めになってる。バスおんねんな。こっちだ。こっちやな。大東市ため池マップ、大東市と聖書の野外活動センターの方に行って、これ野外活動センターに、この間の行ったクロンドのハイキング場思い出すな。こんな雰囲気や。浮かべるのかな。フェアリーオネコース。ちょっと変わったな。大きい岩がゴロゴロしてる。下もそうです。上のゴロゴロ、まあ、しばらくこうやって山下っております。何も危険地帯もないし、全然いきなりの階段みたいな道に出たら全然楽勝です。で、歳月やから人結構たくさんの人に行き交っておりました。うわ、これめっちゃ騒がなあかんな。よいしょ。南側のコースというのはなかなか気持ちが良くておすすめですな。うん、これ竹やぶができた。非常に歩きやすく気持ちの良い道です。もう一個七曲がりコースというのも微妙になってきてるんだけどな。こっちだと早く帰りすぎてしまうので。残念石とは大阪城の石垣には選ばれながら、大阪城の石垣残念石を万博に使うとか言ってたやつだったな。残念、大阪城に運ばれるはずが運ばれなくて残念だって。
り場跡。岩場の狭間みたいな位置に来ました。こういうとこな、ちょいで滑るからな、気をつけないと。急なとこありますわ。釣り橋だって帰るの300m だ。よいしょ、今出てきたんだよ。南折りコースで、これが七回りコースかな。上は野崎城、あとは、左が釣り橋。どっちでもいいんだろう。釣り橋の方に行こうかな。場所に来たね。これ渡ってるんかな。で、写真撮っとこう。こういうのもやっぱ気分転換に欲しいんだよな。だいぶしたいな。警告、予定ルートから外れたようです。ヤマレコのアプリを開いて地図を確認し、道を間違えた場合は、ここはね、休憩所みたい。休憩所になってるけど、もうね、スルーしますよ、スルーしますよ。警告解除、予定ルートに復帰しました。もうすぐ野崎観音近くまで来ます。これね、山の部分は終わりという感じやな。
もう地上100メートルぐらいか。現在の時刻は12時22分。標高は64メートルです。64メートルって今日の予定でも、まあ、2時間ちょっとで登って降りてきた感じですな。まあ、短いけど割と充実してたんちゃうかなと思うわ。このトレーニングに行くのにちょうどいい感じじゃないかな。とか入れると広いけど、まあ、思ったより大きくないのかな。で、上にあるから見晴らしがいいです。やねんな、今時期的にな。はい、野崎観音から降りてきまして、向こうはあとまっすぐ行けばね JR 野崎駅で、今日はねこの辺でお別れしますね。あ、まだ昼間は暑いわね。日陰、山の中の日陰に入ったら気持ちよかったけどね。来週とかであるな。まあ、またどっか行くと思いますんで、よろしくお願いします。さようなら。